マイマスリネットワーク453名の皆さんによる華やかでエネルギッシュなダンスパフォーマンスです。あの、皆さん、はい、マイマスリっていうのは何なんですか？ダンスの種類が何なんですか？このマイマスリというのは子供が主役をモットーにしたイベントや音楽などの総称のことなんです。はい、よさこいソーランと同じように地元の曲をアレンジしていることが多いんですが、マイ祭りの方がよりポップでオリジナル曲も多いようです。あー、こっちな。はい、茨城マイ祭りネットワークは子どもたちに祭りと踊りを通じて地域と関わることで、ふるさとを大切に思う心を育んでもらいたいとの願いのもと、県内8つの地域で活動している皆さんです。あ、素晴らしいですね。さあ、それでは早速ご覧いただきましょう。ミュージックスタート。
感動させる力があることを実感させていただきました。それでは芸術の後はスポーツ。